はい、ごきげんよう。小5の英語ですね。はい、で今日また一つ新しいお話入ってきました。今までのちょっと復習簡単にいきましょう。ね、そうしますと、まず、ね、ちょいと近いものを指して、ね、これは何々です、なんて言っていくんでね。はい、This is a pen。例えばね、This is a pen。ね、はい、この This という言葉、ね、これはなんて意味があったんだよね。はい、Is に何々ですぐらいの意味があった。はい、ですから This is a pen と書くことで、これはペンですね、これはペンですね、そんなような意味が取れたわけだね。はい、でその次やってきたのがね、はい、my とか you are っていうのを使って、私のとかあなたのっていう表現でした。はい、じゃあ例えばですね、 This is a pen ね、あの部分をちょっと my なんていうに置き換えました。はい、 This is my pen ね。はい、 my なんていう言葉、私のという意味がありますね。はい、ですので This is my pen で、これは私のペンですね、なんていうのをまずやってきたということでしたね。はい、そして前回あたり紹介したのが疑問文というやつでしたね。疑問文、疑問文というのは何ですかね、聞くやつです。はい、ですので This is の文章はこのね、 is をね、前に出してあげればいいんです。はい、で Is this ね、なんていう風に作ってあげて、 Is this 例えば Your pen ね、 Your なんていうのはさ、あなたのね、あなたのあなたのね、なんて意味があるね。はい、ですから Is this your pen ね、これはあなたのペンですかなんていう風なね、意味になってきたということでした。で、はい、そうです。Yes, it is. それが、いいえ、違います。No, it isn't. なんていう答え方があったということだったわけですね。はい、そして、今日はどんな話かというとですね、はい。まあ、普通の文章、まあ、書きましたよね。これは何々です。まあ、言うわも出てきたけどね。はい、で、疑問文を作りました。で、流れとしてはね、次ね、はい、否定文っていうもの、ね、否定文っていうものを作ってみようというのが、まあ、流れなんですよ。はい、で、否定文っていうのは何かっていうと、何々では、はい、ありません。で、何々ではありませんという文章ですね。はい、だから例えば、これはペンです。This is a pen ですけれども、これはペンではありませんという表現にしたい。母はどうすっぺっていう話ですね。はい、どうしましょう。ね。はい、そうするとね、まあ、結構っていうか、比較的ね、まあ、簡単ではありますね。このね、is の後にね、not、not、not、という言葉を入れてあげればいいです。例えばどんな形になるかというと、で This is a pen で、is の後に、はい、で is の後に This is ね、の後に not、not と発音します。not ね、はい、ですのでその not を入れてあげて、a pen と、はい、そのまま続けてあげる。はい、This is not a pen。まあ、ただただ not が入っただけです。これだけでこれはペンではありませんという意味になってくる。だからこれだって一緒よ。my とか you は使われてたって一緒。This is not my pen と言ってあげれば、これは私のペンではありませんという具合になるんだよってことですね。はい。そこでテキスト入ってきました。で、はい。早速ここで、はい。not、not なんていう言葉が使われていますね。はい。not がなければ、This is my computer。ね。これは私のコンピューターですということになった。はい、それが not がついたことによりね、はい、これは私のコンピューターではありませんというのがね、意味として取れてくるということね。はい、そして次、It is Ken's computer。 はい、it っていうのはまた以前やったことがあるね。はい、それという、それはという意味がある。そうはなっちゃったな。はい、それはという意味ね。はい、それは、それがまた書けねえんだから。はい、それはね、それは、はい、で、いつは同じ何々ですですよね。はい、そしてちょっとまた一つ新しい話がここで出てきちゃってるんだけど、これ、ケンズと読みます。ケンズと読みますね。ケンと書いて、アポストロフィー S です。これでどんな意味になるかっていうと、これ、ね、ケンっていうのは人の名前ね、名前にアポストロフィー S をつけることで、その何々の、つまりこの場合は、ケンのっていう意味ができるんです。前、ユアはやりましたね。私のあなたの前、ユア。で、実際の人の名前を持ってきて、誰々のって言いたいとき、その人の名前を書き、アポストロフィー S とつけてあげるんです。はい、ですから今回、ケンの、ケン図でね、ケンの。はい、ですから、これは私のコンピューターじゃありません。それは、ケンのコンピューターです。ということになりました。はい、そしてまた疑問文で同じですね。is が前出て、is it a new computer? ね。はい、new っていうのは、はい、新しいでしたよね。ここだけでもね、前回あったね。はい、新しいね。はい、ですからそれは新しいコンピューターですか?はい、そうですね。なんていう流れでございました。ということで、今日は大きくというか、まずメインテーマとしては否定文を作ろうということ。で、not っていうのを入れてあげればいいよっていうこと。まあ、これだけなんで、まあ、そんなにね、
に難しい話じゃないような気もいたします。そしてもう一個ね、出てきたのは my, you are にプラスして実際の人の名前などを持ってきて、ね、トムのとかボブのとかケンのとかね、いうような表現ね。今回例文としてはケンのだったからケンズになってますが、例えばトムのだったらトムでアポストロフィー S、 トムズ、はい、ボブのなんていうんであればボブでアポストロフィー S ね、なんていうことで自分の名前にアポストロフィー S つけてあげれば、その自分の名前のっていう意味に、ね、はなってくるということでございましたね。はい、ということで今日はね、否定文というお話、これが、新しい内容ということでございました。ワークの方はね、やっぱりちょっとスッと進みすぎたかなっていうところがあるので、まあ、足踏みでね、前回、前々回、あれね、復習という形になっておりますのでね、今日はこちらを、このビデオではね、上げていきたいなというふうに思っておりました。ね、では、本日こんなところでございます。ではまた、次回。